この事件は1987年5月3日に呉市川尻町出身の記者小尻知博さんが兵庫県西宮の朝日新聞阪神支局で男に散弾銃で撃たれ亡くなったほか、もう一人が重傷を負ったものです。事件から36年を迎えた今朝、呉市内にある小尻さんのお墓に朝日新聞の幹部が訪れ冥福を祈りました。異なった意見を暴力で封じるようなことがあってはなりません。私たち残された者は暴力に屈することなくペンを持ち続けていくということを改めて墓前で誓いました。事件は未解決のまま2002年に時効が成立しています。